はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちらのアトモフウィンドウ2スターウォーズ、これをですね開けていきたいなと思います。そして飾っちゃいたいなと思いますね。じゃあ早速開けていきましょう。で、アトモフウィンドウって何かというとですね、まあ窓なんですけども、別の景色が広がるというですね、僕みたいな引きこもりにはもってこいのですね、素晴らしい商品でございます。まあその正体はね、アンドロイドディスプレイだけなんですけども、そのスターウォーズ版が、登場するっていうことで、結構前に私予約してましたんで、それがついに届いたということでございます。さあ開けてみよう。お、そう、なんか初回限定でね、ちゃんとスターウォーズの化粧箱に入ってるってことで、それっぽいのがありますね。よいしょ。うわ、おお、すごい。はい、こちらですね、アトモフウィンドウ2スターウォーズ来ました。デススターがデカデカと映っておりますが、ここにスターデストロイヤーもありますね。反対側には大きくスターデストロイヤーですね。スーパースターデストロイヤーではないね。はい、開けてみましょう。楽しみだね、これはね。結構ね、インスタグラムの広告とかにこのアトモフウィンドウの広告ってね出てると思うんですけども、前々からね、アトモフウィンドウ気になってたんですよ。で、それでスターウォーズ版が出るってことにもう即予約しましたね、私はね。さあ行きますよ。このまま抜けるようになってます。組み立てが必要なのか。よいしょ。で、中にはこの AC アダプターが入ってますね。アトモフウィンドウのスタートガイドですね。それとこちらが AC アダプターですね。そして延長のための白いケーブルもついてましたね。あ、これ大きいかもしれないね。うちの壁白なの。この辺りに設置しようと思ってるので、ちょうど白いケーブルありがたいですね。では本体の方を開けてみましょう。よいしょ。で、裏側にあるのはここが壁に引っ掛けるところですね。そして一番下この部分に AC アダプターを差し込む感じになりますね。じゃあ設置してみましょう。ですね、この説明書を読んでまして、とんでもないことに気がつきまして、壁掛け用のネジとか釘みたいなやつは自分で用意しないといけないみたいですね。ないよそんなの。それで一応ね、こういう壁掛けガイドっていうのがついてまして、でこの部分とこの部分に釘かネジを打ち込むっていうちゃんとねガイドがありますんで、これを壁に貼って実際打ち込んで掛けるという形になりそうです。ただ、釘もネジもありませんので、ちょっと急ぎホームセンター行って買っていきたいなと思います。はい、ホームセンターに行ってね、こちら買ってきました。ハイパーフックかけまくりってやつですね。石膏ボードにはこれがいいみたいです。一応ですね、このアトモフウィンドウのこの推奨品ところにもここに書いてありましたんで、ハイパーフックかけまくりくんで、かけまくりか、こちらですね、壁に設置したいなと思います。こんな感じで壁掛けガイドをですね貼ってみました。ここに壁掛けくんがこんな風に来る感じですね。ちなみにこちらのハイパーフックかけまくりは耐荷重7キロらしいですね。アトモフウィンドウは 5.5 キロなので余裕でかけられると思います。はい、ではフック設置完了しました。そしたらかけてみよう。はい、それでは設置してみます。これでいいのかな。 OK です、設置完了しました。さあでは電源を入れてみます。お、来た、スターウォーズって入ってますね。来ました、アトモフ出てますね。ボタンの使い方と出てますね。お、来ました、システムアップデート、そしてシステム最新ですと出ましたね。リミットレスのプランを選ぶって書いてありますね。これプランが一応あるんだよね。月額980円で風景見放題とかオートモードとかなんかいろいろあるんですよね。ただ私はこれ入るつもりはありません。1本ずつ購入っていうのがあるので、それにしたいなと思ってます。さあ始めよう。長い設定の旅お疲れ様でした。アトモフウィンドウの先にはなんとかかんとかって書いてありましたね。来るか。おー、すごい、すごい。いやー、我が家の窓宇宙になりました。
すげえ、やったー。ちなみに今アプリと連動してまして、メニューボタンを押すとこんな風に出てます。この風景はゼダとデススターなんですね。なんで一応まあこれ風景っていうのを選ぶと他の風景が選べたりしますね。これ購入しないといけないんだね。ちなみにライブストリーミングもあるみたいです。あ、これそのまま見られるね。 Go スイスだった。あ、今夜だスイス今夜だね。朝の4時48分です。なるほど、10分後に閉じますって書いてありますね。 J-WAVE スタジオ東京がありますんでこれ見てみましょう。六本木ヒルズだって。これリアルなやつだね。今雲が動いてますもん。そんなにやっぱライブだから綺麗じゃないですねこれは。ウィジットの設定だとか音量、明るさ、デコレーションなんてのもありますね。デコレーションするとどうなんだろう。あー、こういう風にね窓枠が付けられたりするんだ。あー、そうかそうか。これでスターウォーズの窓枠とかも、あ、これスターウォーズの窓枠じゃん。なるほど、これでこういうことだね。はい、ということで実際に映ってる風景こんな風になっております。デススターとスターデストロイヤー、そして下にはジェダが映っておりますね。ローグワンで登場した星ですね。はい、このジェダはめちゃくちゃいいんだよ。このデススターもまあまあいいかな。スターデストロイヤーもいいんだけど、この星がね、なんかチャッチー感じがするんだよね。この星一つ一つの白の点がね、大きすぎる気がするんですよね。もうちょっと細かくてもいいんじゃないかなと思って見て、わかるかな、ちょっと映ってるかわかんないですけど、周りにタイファイターめっちゃ飛んでるよ。おー、来た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 。おー、ちょっと待って、スターデストロイヤー来ました。いや、これ楽しいな。おー、シャトルがおー、飛んでった。すげえ、めっちゃいいねこれ。これスターウォーズファンは買いじゃないですかこれ。それでですね、自分のこの何プロフィールみたいなところに購入済みってのがありました。でこれ私買ったわけじゃないんですけど、多分元から入ってたやつですね。夕暮れのミコノス港、ちょっと見てみましょう。ギリシャ、あ、ギリシャ、お、なんと、これはねライブ配信ではないんですけども、めっちゃ綺麗ね。他にはロセミテ滝、これはいい。しかも結構綺麗ですこれ。もう一つ沖縄宮古島、おー、いいですねこれは。いい、私普段こうやってねパソコンの前で仕事してる時にこう振り返ると、あっちが海になってるわけだ。いいですねこれ。まあちょっと音がね大きいっていうのはあるけど、素晴らしいです。ということで我が家の壁にですね、宇宙の窓ができました。なぜねこの位置にしたかというとですね、ライブ配信中もこれが映ってると僕的にはベストだなと思ってね、ここの位置にしてみました。ちょうど奥にねスターウォーズのネガフィルムもありますんで、アングルめちゃくちゃいいんですよね。まあ、お父チャンネルのゲーム配信だとかメインチャンネルのライブ配信するときにこれ映ってると思いますので、ぜひ皆さん注目してみてください。タイファイター飛んでるね。音量は下げることができますんで、まあ、うるさいなと思ったら下げればいいかなと。今後ねナブーとかも追加されるらしいんで、それはですね買ってまた Vlog などで報告したいなと思っております。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、おー、アトモフウィンドウ2すげーと思った方は高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。